はい、どうもタンタンです。こちらビッグアイランドの、まあ、ウクレレベース、まあ、ミニベースみたいな感じですね。こちら EBU の ACA というモデルなんですけれども、まあ、通常の、エレキベースと同じチューニングですね。結構サイズはスケールも短いですし、ちっちゃいんですけれども、同じチューニング1、4弦が A の、あ、E ですね、4弦が E から始まるチューニングで、弾けるという感じなので、まあ、普通にエレキベースベースを弾いてる方だったら全く同じように弾ける、そんな一本でございます。でトップに、このモデルは ACA なんでアカシアですね、ウクレレでよく使ってるアカシア材をトップに貼ってまして、バックはマホガニーですね、はい。まあ、見た目の雰囲気っていうのも本当にエレキベースに近いかなという感じです。もうほんとそれをそのまんまちっちゃくしたような、そんな感じです。このリアにピックアップが一つついてるだけなんで、心地とか音の雰囲気とかっていうのも、まあ、エレキベースとさほど変わらないかなといった感じで、ちょっとテンションが緩いと、そんな雰囲気かなと思います。といった感じで、でコントロールは、まあ、ボリューム、マスターボリューム、マスタートーンですね。交通コントロールの、まあ、非常にシンプルなタイプかなと思います。なので、まあ、エレキベースの代わりというよりは、まあ、ウクレレ、よくあるウクレレベース、あのウレタンの、ね、弦を張ったウクレレベースなんかの代わりというか、もっとよりこう大音量でもね使いやすい、そんな感じのイメージで、こうウクレレメインのバンドの中のベースの役割っていうのを考えてる方なんかでも面白い一本かなと思います。はい、ということでこちらビッグアイランドの、ミニベース、ウクレレベースですね、 EBU の ACA というモデルでございます。はい、トップにアカシアを貼った、結構ね可愛らしいサイズ感のベースでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。